こんにちは、トウです。今回は黒について話したいと思います。黒は本当にかっこよくて、普段は人を煽ったりとかなんかバカにしたりとか、まあこういうネックス野郎なんですけれど、実はめっちゃ仲間思いで頼りになる首相なんですね。そして最後ちょっとネタバレになるんですけれど、黒は最後バレーボール協会の競技普及事業部っていうところに入ったんですね。ここまでセットで黒が好きっちゃん。なぜ黒はバレー選手ではなくバレーを普及する職に就いたのか。黒の魅力に迫ると、この黒の選択がね、もうすごく納得できるっちゃん。やけん今回はなぜ黒がバレー選手にならなかったのか、このシーンについて僕の個人的見解を話していきたいと思います。ではまず黒の初登場シーン、猫間が練習試合するようですね。ウォームアップの様子を見て相手チームが研磨を舐めてます。もうこんなのね、もう我々読者からするともう鼻で笑っちゃいますよ。なんなら優越感に浸れるから、むしろありがとうと言ってやりたい。いやー、君たちは研磨の実力魅力知らんたい。まあこれからね、まあ身をもって味わってくれってね、もうね言ってやりたい。それを聞いていた黒が背後から脅すように迫っています。要はこれ、まあ、舐めてと引っかくぞってことですね。でも試合前からここまで言える研磨に対する信頼、そしてチームとしての自信。僕が黒の好きなところは仲間やチームに対するこの思いですね。特になんだかんだこの人ね、世話上手ちゃんね。東京遠征の時、月島と日向の面倒を見たり、野蛇戦はもう外せませんね。ここはもうリーフの扱いにもう拍手。野蛇戦の前、ちょっと袋谷戦で活躍できなくてへこんでたリエーフはもっとスパイクとかブロックも決めてたくさんね活躍したかったみたいです。でも黒はもっと重要なことを伝えたかったみたいで、個人としての活躍も、まあ、もちろん気持ちいいけど、チームワークの楽しさ魅力を伝えたい。この感覚をリエーフにも知ってほしい。黒はそう思ってたようなんですけれど、でもやっぱチームワークの魅力を伝えるって難しいですよね。だってドシャットとかスパイク素人目にもかっこいいし、分かりやすいし、モテそうやし、今のリエフにはうまく伝わらない。このリエフに伝わらないっていうので黒が難航してるのが野蛇戦でもよく分かってて、リエフがドシャッとして盛り上がってる時、黒だけが複雑そうにしてます。黒だけが得点に対して素直に喜んでない。この時の思考をこの後ね、黒が解説しとるっちゃけど、本当はリードブロックに徹底しろと言いたい。おそらく練習だったら言ってる。でもせっかくリエフに水を差すのはどうだろうか。指導者として悩んでる黒がリアルでいいですよね。例えば親が子供に脳死で勉強しろって言っても逆効果と同じ。試合の状況と選手の状態を把握して総合的に考慮してかける言葉を選んでる。もう先輩の鏡。そしてこの後ヤックンの退場や柴山の言葉連携でリエフがチームワークの魅力に目覚めます。ボールに触れずしてスパイカーを殺す。チームワークがハマる瞬間、見てるこっちが気持ちよくなる。ここで黒が声をかけるのですが、今までにない快感にしたリエフを見て黒もこの表情。嬉しそうというよりもうなんなら犯罪者みたいな表情してるけど、口だけで強制するんじゃなくて本人が本質に気づくまで少しずつ誘導する。そして次は春高戦、黒と研磨についてなんですけれど、試合の前日3年生が話してて、どうやら黒は研磨に対してあるしこりがあったみたいです。研磨は中学の頃とか練習や試合がきつかった後熱を出してて、やっぱり誘った身としては罪悪感があったみたいですね。でも全国まで来たらその辛かった経験も報われるんじゃないだろうか。対する研磨の回答は正直少しだけ気を使ってたみたい。せっかく誘ってもらったから多少無理してでも頑張らなきゃなみたいな。これは黒もショックですね。特にやめる理由も続ける理由もない研磨。ここの黒の表情がねめっちゃ切なくて、おそらく黒がこの時思っていることは、俺は研磨をバレーに誘わなかった方が良かったんじゃないだろうか。もしかしたらこいつはずっと家でゲームしたり自分がやりたいことに没頭してる方が幸せなんじゃないだろうか。そして研磨自身も本当はそう思ってるけど気を使って俺に言わないだけなんじゃないだろうか。多分この思考が頭からずっと離れなかったと思う。研磨を大事に思ってるからこそこの重圧は強く黒に押しかかる。でもこの不安はカラスノとのゴミ捨て場の決戦で完全に払拭される。バレーが好きでも嫌いでもなかった研磨がカラスノとの攻防で起きた思考の矛盾。大好きなゲームのボス戦のようなまだ死なないでほしいという思考。そして身体ともに疲弊してこぼれた言葉がこれ、楽しい。
追い詰められてて小声だからこそより本心だと思う。この一言にどれだけ価値があるか、黒の表情が物語ってる。試合は惜しくも猫間が敗退、黒の高校バレーが終わります。おそらく研磨は思ったことをそのまま口に出しただけ。でもこの言葉、黒のあのしこりを払拭するには十分すぎる。一瞬時が止まったような感じ。黒はもうしこりが取れるどころか表情筋まで消えてるからね。思考が追いついてない。やっと追いついたと思ったらもう感動の嵐。そりゃ嬉しいよ。誘った身としてはめっちゃ嬉しいと思う。そして最後、猫又監督からの一言、ナイスゲームに加えてありがとう。このありがとう、もちろんみんなに対して言ってるけど、主に黒に対して言ってるように見える。ご存知の通り、このゴミ捨て場の決戦は待望の決戦。何年も前、鵜飼監督と猫又監督が現役時代の時からの夢、やっと実現したからこそ、猫又監督は主将の黒に向かって、俺と戦友鵜飼との夢を実現させてくれて、チームを引っ張ってくれて、主将ありがとう、そしてお疲れ様、こんな意味を含んだありがとうだと思う。この時黒、顔が見えない、まあそれかね、周りに顔を見せたくなかったのか。そして二人の幼少期、初めて猫又監督と出会った時の描写が入ります。初めて二人がバレーをしに体育館に行った時、本当はスパイクをしたかったけど、それを横目にレシーブをしていた。なぜスパイクをしないのか、それは背が低いからできないと自分で決めつけていたから。そこを通りすがった先生、じゃあネットを下げればいい、最初こそまずはできる喜びじゃないか、好きこそものの上手なれ、これが猫又監督との出会い。どうやら黒はこの時バレーにハマったみたい。研磨が言うには、この小さな出来事を黒は忘れないんじゃないだろうか。この時の出会いが黒にとっては大きかったんじゃないかという。黒はその日からバレーが好きになった。黒は自分にバレーを教えてくれた猫又監督にすごく感謝してるんだと思います。だから先生たちの夢を実現させることでその恩返しがしたかった。東京遠征中にこんなシーンがあります。月島にアドバイスするやりとりで、月島が質問します。本来敵である自分に対してどうしてアドバイスするのかと。対して黒は親切じゃない人が一番言う言葉で回答。まあ、月島と日向はね、ドン引きしているけど、まあ日頃の行いが悪いんでしょうね。ざまあ見ろ。でも真面目な顔して言います。ゴミ捨て場の決戦ってやつを何とかして実現させたい。監督の念願だから何とか叶えたいと。本来黒たちの代からすると、猫又監督たちの現役時代なんてもうほぼ無縁。でも黒は一番気にしてるように見える。多分あの日のことについては黒は先生に何も言ってないと思う。そして先生も俺たちの夢を実現させてほしいなんて黒には何も強要してないと思う。でも黒が引退したこの最後、猫又監督が発するありがとうには、夢を叶えてくれてありがとう、そしてみんなで放ったこのありがとうございました、これも黒にはあの日俺にバレエを教えてくださりありがとうございました、こんな思いが両者には含まれてると思う。この二人は言葉にしなくても感謝の念が伝わり合ってると思ってます。そしてこの瞬間に黒はバレエを普及する仕事に就きたいと思ったんじゃないかな。もちろんバレーに対する情熱、ハマる瞬間は人による、強烈なスパイク、ファインプレーを決めた時、いろいろあると思うけど、多分黒がバレーをやって一番心が震えたのは、大切な何かが誰かに伝わった時、バレーの楽しさを猫又監督に教わったあの時の喜び、チームワークの気持ちよさが後輩に伝わった時の快感、バレーの魅力が相棒に伝わった時の感動、引退する時猫又監督と感謝の念が伝わり合ったあの瞬間、こういう時に黒は心が震えたんだと思う。大人になって日向に名刺を渡すとき、ネットを下げるべくして頑張ってますというこのセリフ、確実に猫又監督と初めて出会ったあの日が忘れられず、黒の中でまだ生きている。恩師からの教え、恩師が自分に伝えてくれたバレーの魅力を次は世界に伝えたい。だからバレー選手ではなく普及する立場になったんだと思う。正直プロ戦で猫間高校の選手が誰一人いないのは残念だった。急に黒がスーツでできたときはびっくりした。でもこうやって改めて見るととても黒らしい選択だと思う。恩師に教わったことを世界に繋いでいく、この繋ぐという猫間の横断幕、確かに猫間にぴったりだと思う。でもそれ以上に黒にとてもふさわしい。物理的なボールだけじゃない、恩とか感謝などの人の思い、バレーの魅力、これらを全て繋いでいく、これが黒尾哲郎。事実バレーと配球の魅力を我々読者に繋いでくれてる、本当にありがとう。以上、黒の魅力と黒がなぜこの仕事に就いたかという個人的な見解でした。黒はね、マジで人を煽ったりとか、まあ意地悪したりっていうね、ちょっとやんちゃなイメージがつく、なんか結構クソ野郎なんですけれど、人の思いを大切にするもう最高にかっこいいやつっちゃんね。最後に余談なんですけれど、このハイキュークロニクルってやつにですね、最後あの読み切りで黒視点でね、すごく面白い
やつが描かれているので、まあ、もしね興味ある人は、まあ、一度手に取ってみてください。もし少しでもね共感してもらえたら高評価とかコメントとかもらえるととっても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。